ウミガメがテットを通じてエビ漁網から脱出している。ウミガメ除去装置あるいは英語の略称でテットとは漁網にかかってしまったウミガメを逃がすための特別な装置である。以下、記事中ではテットと表記する。ウミガメは特にエビ漁で用いられるトロール網により混格されることが多い。エビを捕らえるためには目の細かい網が必要である。 その結果他の海洋生物も大量に混獲されてしまう。亀がトロール網で捕らえられた、あるいはトロール網に絡まった時、ウミガメは逃げることができず、海面に戻れなくなる。ウミガメは肺呼吸をする動物であるため、最終的には溺死してしまうことになる。赤ウミガメがテッドを通じて魚網から脱出している。テッドは1970年代に、 アメリカのノアに所属していたウィルサイドルによって初めて開発された。それ以来、漁業者の間ではテッドの使用によりエビや他の漁獲対象種の漁獲量が減少するのではないかとの懸念もあり、一部ではテッドの使用に対する反抗も生じてきている。1987年にはアメリカがエビ漁を行うすべてのトロール船に対しトロール網にテッドを装着するよう要求した。 それに続いて2年後にはアメリカでエビウミガメ法が制定された。この法律はアメリカにエビを輸出する国に対し、その国の輸出するエビについて、それがテッドを備え付けた漁船によって漁獲されたことを証明するよう求めるものである。つまり、テッドの使用を保証できない国はアメリカにエビを輸出することを禁じられたのである。この法律は、 元はアメリカ近隣諸国のみを対象としていたが、1996年にすべての国家に対象が広げられた。この時、この法律は不当な貿易の制限であるとして、反発したエビ漁各国とアメリカとの間に貿易紛争が起きている。1996年にインド政府が提案した法律では、地元漁民に対し、テッドの インド版改造型といえる TSD を使用することを求めている。これは、オリスタ州の浜辺で映像していた、姫ウミガメの個体数が減少していることへの対応策であった。この改造型の TSD は、基本的には、テッドと類似したものであるが、格子としてはめる棒の本数が少ないという相違点がある。その結果棒と棒の間隔が広がり、より大きいエビや魚が、 TSD を通過指紋へ入れるようになっている。発祥国であるアメリカにおいてさえテットは一般的なものとは限らず、その導入の可否は議論の的となっていた。例えば、2010年の6月まで、ルイジアナ州の海洋警察官は漁師に、テットの利用やトロール網の栄光時間の制限を強要することを禁止されていた。商業用のテットの例、金属格子と脱出口が見える。 テットを使用することにより、理論上は大きさ1 0トル以上のすべての根格された生物が傷つくことなく網を抜けられる。この選択性はトロールモに装着された金属格子によって達成される。格子があることでウミガメなどの大型生物は網の後方へ進むことができないようになっているのである。格子の上か下には網が開口している部分があるため、 テットで受け止められた大型生物はそこから網の外へと体の損傷も比較的少なく脱出できる。一方エビといった対象子は甲子を抜け毛の後方へ流されていく。設計上、テットは未装着時に混獲されるウミガメの97%を逃がすことができるとされる。しかし実際に使用された時の除去率はしばしばそれよりとても低い。それは海藻や その他の破片などによってテットの捕獲率が下がったり、あるいはウミガメが網から脱出できなくなったりすることがあるからである。加えて漁業者は簡単に網の漁獲効率が良くなるようにテットを改造することができるが、この際テッドのウミガメ除去能力はなくなってしまう。テットは本格によるウミガメの死亡率を下げることにはある程度成功してきた一方で、 未だに、いくつかの欠点がある。赤海メやオサガメといった大型種にとっては、ほとんどのテットに備え付けられた脱出口は小さすぎることが知られている。これらの亀は網に閉じ込められたままとなり、死んでしまうことになる。アメリカは2003年に導入した法律で、装置の脱出口を大きくすることでこの問題に対処しようと試みている。漁業者に、 テットの装着を遵守するよう強いるのは、テットが漁網の効率性を下げ漁獲量を減らしてしまう可能性があることから難しい。また船一層のレベルでは、ウミガメが混格されることは珍しく、例えばメキシコ湾ではわずか322.5時間に1匹の割合であり、このこともトロール漁業者が、テット装着に関して不正をしがちな理由の一つである。 漁獲量の減少は、テットの脱出口を紐で縛るだけで簡単に避けられる。船が港に戻った時にその縛っている紐を外せば、警察官の検査にも引っかからない。しかしこの行いは、漁の間ウミガメを危険にさらすことになる。2010年6月から7月にかけて、メキシコ湾では、ウミガメの死亡が急増したが、これは、エビ漁船に対する海洋警察の取り締まりが、 石油流出事故への対応で手薄になっていたためだと考えられている。時としてテットは海中に漂う、いろいろな破片のために実用性を失ってしまう。つまりテットが何らかの破片で詰まってしまったら、もはや対象生物を効率的に漁獲することはできないし、ウミガメを除去することもできない。ハリケーンが連続して2つ襲来した後の2008年の9月には、 アメリカ海洋漁業局がペットの代わりに栄光時間制限を一時的な手段として用いることを強化した。これはトロール網の入り口が海に着水してからその入り口が水上に上げられるまでで定義される船がトロール網を栄光する時間を55分間に制限するというものである。2010年6月にはこの時間制限が30分に短縮された。ただ船には 栄光時間を記録する機械は搭載されておらず、この時間制限を取り締まる現実的な方法はなかった。ありがとうございます。